配信するは予定はなかったけど配信をしている。いやご飯食べた？夜ご飯。そう、前歯も風邪ひきよんよ。なんか今 STU なんかめっちゃ風邪ひいてる人が多発してんの今。結構みんなマスクマンよ。まあさっきはさ、さっき風邪ひく理由なんとなくわかるわ。同じ部屋やったんやけどさ、3日とも、さっきと。さっき風呂出てから髪の毛乾かさんし、半袖でおるし、やけ、多分さっき風邪ひきようよね。部屋は寒くなかったんやけどね、暖房つけとらん、冷房つけとらんかったかな。こんばんは、ユイモ、ラビュ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 ラ。やめるの考え直したら？へえ？あ、そうや、ユイね。みんなに見せたいものがある。テケテケテ。前歯に遅くなったけどね、誕生日プレゼントでね買ったったんやけどね、おそろっち見て。なんか前一緒にご飯行って、ご飯が誕生日プレゼントって言っとったけど、やっぱもう一個買おうと思って。見て、ででん、何かわかるかな、何かわかるかな。なんかね、 iPhone ケーブルアクセサリー、ライトニングケーブル対応の、何これ、カーベルビフォア、英語は読めない、英語は読めない、本気にだんかって、なんかいろんな種類あったんやけどね、こうやってね、見て、コンセントとかに。ケーブルバイト？ん？なんかね、コンセントとかにね、イヤホンでもできるんよ。イヤホンでもできるんだけど。てりん。なんか、充電器、水いるなんやけど、iPhone の充電器？これをね、なんかお腹に線が入っとるからね。ゆいも若干風邪気味なんよね。そう、東京行ってから風邪気味、みんな。あ、できた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 。なんかね、ほら、こうやってね、ゆいはワンちゃんなんやけど、前歯はウサギなんやけど、見て、ほら、簡単にね、ここでつなげる、つなげれるよ。うん。で、これを携帯に挿します。携帯に、これ携帯、これ携帯ね、携帯に挿すとこうなるわけ。こうやってほら、携帯にかぶりついとるみたいになるわけ。こんな感じ。苦しんでない、苦しんでない。もうちょっと隠したらいいので、携帯にこうやって刺すの、こうやって。かわいいやろこれ。お寿司最高何皿食べれる？さっきさ、それさっきに質問しとったやろ。さっき7皿って言っとった、見とった。これ480円。意外と高かった。なんかね、変わった店で買った。なんて店これ、QSQS プラスって。100均じゃない、480円もするよこれ。100均じゃないよ。 iPhone にこうやって挿すの、充電器、充電器とか間違わんように。寿司最高20皿すごいね、すごいね。え、マジでこれかわいい。
かわいいなこれ。それ48イエッサ108 英語はわからん、英語はわからない。もうすぐ文化祭やん、刺したか。あーかわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。ゆいにしか見えてない、窓開けてないと寒くないね。文化祭は歌歌うだけ、中学校は。高校はなんかお店とか出したりするけど、中学校はだいたい歌歌って終わりやで。ゆいは信じるっていう合唱をする。信じる、笑うときは大きな口開けて、怒るときは本気で怒る。あとはね、白目蓮にも似たねと、その白い翼で、翼でまだ見ぬ世界。いやー劇いいな。ソロパートはない、ない、そんなんはない。ソプラノアルトとかだけ。ゆい寿司、寿司か。ゆいもでも寿司7皿ぐらいなんじゃない、最高。さっきと同じぐらいじゃない。やっ、でもゆいの場合だって同じもんばっかやもん食べるの、なんか肉系とかデザートとか。マンゴーが一番美味しい、くら寿司の。ゆいもファンに会えた？なんで？なんかやったん？集まりかなんか。え、だって寿司ってさ、いっぱい食べると飽きることない？お仕事お疲れさんです。スカットジャパンやっとんな今。テレビにねランプがついてる、録画してる、録画してる。 AKB48 劇場であった、ほう。あ、ずんちゃん、ずんちゃんやっとったのみんなで見に行ったってこと。が出る。はあ、サイドメニュー食べて、食べて。ゆいも缶バッチもらった。星なぎありがとう。今日の洋服はふわふわ。これは東京で買った。これは東京で、めっちゃ前、東京で、これは小学校。小学校低学年ぐらいの頃に買った服、ずーっと着てる。これは東京で買った服です。ここが綿になってるんよ、だからすぐ取れる。でリボンがついてる。シンプル、意外とシンプル、シンプル。シュッシュッ。このゴムはママの、勝手に今あったから借りた。ふんふん。足のサイズゆいでかいんよね、 4.5 もあるんよねゆい、足がでかい。そう、小学校の頃に買った服これ、今でも普通に着れるよ。だって身長伸びてないもん。身長伸びとらんからそら着れるよ。身長が伸びていないんだから、小学校、小学校の頃から、あ、でも小学校の頃から1、2センチは伸びてるわ。1、2センチだけ伸びてる。小学校の子156.いくつやって、今158.いくつ伸びたん、158.1。
となんか 7.6 やったの2回目測ったら 8.1、 絶対先生の間違いよ、絶対8もないもん。ありちゃんがね足24あるんよ、びっくりした。ちょっとえ、ありちゃん大きいって思って。ゆいのケース、ゆいのケース、バナナ、理想の身長はゆい156、ゆいの理想の身長は156、理想は106、あ、156なんよね、ゆい67なんよね、8いらんのよね、いらんのよね。うーん、ゆいは理想は157なんだな。うん、なんかタワー当たってる。誰？え？なんか反射しよる、ゆいの顔。ん？か、いっくん、ありがとう。いっくん、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 ありがとう。なんかね誰やったかな、あれ、いっくんやった、車の傷直、車の傷、誰やったっけ、車の傷直した、車の傷直した、あの車の傷は治してましたかね、タワーの前に車の傷治した、マジで車の傷治した。治してないん、えっくんの車傷治してないん、ちょっと車の傷直しいやん、このこんなね、ねえ、タワーじゃなくて車の傷を直そうやん傷直そうやん。ゆい15歳、中3やで、明日も学校行ってくるで、ゆい今日休みやったから、今日みんなで LINE したら、みんな直しよんって言ったら、なんかバドミントンと卓球、家族とご飯、お出かけってみんなに言われた。いっくん傷直そうや。特技は書道とかかな。今日は10月の何日？ 8？ 今日 8？ 今日9か、初見です、ありがとう。今日体育の日やね、そうそうそう、今日は体育の日ですね。そうだね、僕のじいちゃんの誕生日か、おのちじいちゃんお誕生日おめでとう昨日ありがたわ、いっくん車の傷直そうやほんまにね、あのな、投げてもらって申し訳ないけど、タワーなんか申し訳ないわそうやって車の傷、車に傷があるなら車の傷をこのタワーで直してほしい嬉しいけど直してほしいよ、なんか申し訳ないが。うーん、いいやばばん、こんばんは、セブンズミュー、こんばんは。公式の写真と雰囲気、公式の写真と雰囲気が違う、どう違う、どう違うかな、どう違うかいね、
たくさんレースありがとう。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 ご飯食べたよ。明日も暑い。公式押さない？嘘。うん。まああるよね。メイクがまだ違うから。普段メイクほぼせんけんね。寄り目得意。うん。握手会行こう。やった。待ってる。もうね、握手会がゆいね、正直ね、怖いんよね。握手会怖いんよね、めっちゃ。めっちゃ怖いんよね、握手会に行くのが。本当に。どうしようって。めっちゃさっきに言ってる。これは初めてみんなの前で言ったけど。そう、握手会行くん怖いんよね、ゆい。事態を発表してから握手会に行くのがすっごい怖い。正直言って国体もすっごい行くの怖かった。そう、国体もめっちゃ怖かったよ。行くのどうしようって。ゆいが行ってみんなが来てくれるのか、みんなどういう感じに思ってるのかってめっちゃ怖かったよ。別にね、そうな、怖かった。そやからもう何言われてもいいと思ってゆいは言ったから。そしたらみんながゆいもうちわとか持ってくれててほんまに嬉しかった。やまに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 やまなんや、あー、だからさっきか。さっき、風邪大丈夫？ゆいもめっちゃ頭痛いんよね。しょ。あー、握手会怖いな、行くの。時代取り消し。マジ大序盤？マジ大序盤どういうこと？さっきよ。さっきよ。みのりはずっとゆいものファンです。嬉しいな。なんかさ、みんな風邪ひいとることない？今大丈夫？何？疲れかな？疲れ何？食事？何？環境？そう、めっちゃ東京寒かったんよね。行ったその日やばかった。誰が広めた？何を、このどの握手会説教せない？全然してください。全然してください。説教いくらでも聞きます。聞きますね。空気が悪いんかいね。なんだろうね、みんな体調崩しよるね。今日は地味に暑かったし地味に寒かった。全然説教、全然説教ええよ。えへへ、はん。あ、パルト、そういえばね、パルトが一番最初に体調崩しよって、ずっと崩しよって、ほんで次に誰かが体、カホちゃんかな、カホタルが次に体調崩して、でどんどんなんかみんなが順番に体調崩しよって、今サッキーが一番ピークかな。マイハでサッキーで、ねえ、カホタルも風邪ひいてるよね。ゆいもに説教するくらい、ゆいもに説教する、ゆいがみんなに何を説教するの。そんなすることがないが、みんなに感謝しかないが、ほんまに。電線、そう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 、こんばんは、ワンバンコ。そ
ほんでさ、マスクとかできんやんか、やっぱりライブとかは絶対に。けマスクとかも取っとったけ、普通に喋りよったし、近くて。まあ、いざ風邪ぐらいなら引いても。しばらく、ゆいはイベントもないし、もうゆいがあるのは、あれだから、29の愛媛国体と、11月の18までの握手会でゆいも終わりだから。それまでみんなよかったら本当に。に。うん。いおいおいおい。かぼちゃ好き、かぼちゃ好き、かぼちゃ好き、かぼちゃは好き、かぼちゃ好き。せやな、でも、配信はできる限りしようと思うけど、するよ。愛媛行きたいな。愛媛おいで。やめんのやめんかな。そうなんや、香川2列目。おお、ツアー？めっちゃいい席やん。ゆいもおらんけん困るんよ。押す子おらんのよ。ね、STU はもう誰押しても損はないと思う、ゆい。STU は誰押しても損はないと思う。ブサン。でもあれやな、ゆい。またこれも多分ね、いろいろ話は聞くけど、あれよね。どっかで、ね、どっかショールームとか、ね、STU の名前はもう確実に取れるけど、黒岩結衣は本名やからこれ 黒岩結衣は永遠と存在するからね。やけ、どっかで、そこら辺歩いとるし、今でも。学校も行ってるし。大阪のそれはな、参加せんな。ハロウィンコスプレする予定やで。STU やめたら地元引っ越すの？地元？分からんな。今は何とも言えんな。ゆいね、でもすごい今ね、やばいほど不安なことがあってね、マジで勉強がやばいんよね。だってさ、あと4ヶ月しかないのにさ、ゆい2ヶ月勉強ができんのよ、いろいろあって。やけゆいの受験のめっちゃ頑張らんといかんのが約2ヶ月ぐらいしかないんよ。で、遅れとんのが2ヶ月遅れとんよ。勉強みんなより。若干、ちょこちょこ、隙間が空き空き空き。毎日学校行っとってもさ、ね。そうやな。まあ頑張るさ。まあ頑張るさ。まあ頑張るさ。ゆい絶対公立行くから。私立は絶対行かない。私立はね、高いからね。私立は高いからね、本当に。高校は義務教育じゃないからね。高いんだね。虫がおる。虫がおった。虫がおった。虫がおった。虫、なんかさ、今日もね、ゆいかのんちゃんと、
電車がね、電車が横で、かのんちゃんと磯貝かのんちゃんと、なんかめっちゃいろんな話しよって。なんかさ、みんなにさ、ゆいさ、ドラフト受けて戻ってきてって言われるけどさ、ゆいまだ辞めてないしって、ね、ドラフト受けてって、ゆいも戻ってこんのって。昨日ゆいもの写真でいっくんと約30、ゆいもの写真30枚くらい集めた？無限回収しよう。それ1個質問するけど、30枚集めてそれ全部どうするん？ 30 枚どうするん？それ。30枚どうするん？ゆいやったら、30枚あったら、財布に1個、部屋に、アルバムに何個か、で、部屋に冷蔵庫とかに貼って、使うんかな。でも絶対汚したくはない、ゆいやったら。どうやって使うの？なんかさ、みんなさ、昨日とかも見とったけど、なんかタオルとか、推しのメンバーのタオルとか缶バッジを何個も持っとったけどね。あれってさ、ライブ行くときはいっぱいさ、ゆいも好きな人のライブとか行くとさ、いっぱいつけるけどさ、その後みんなどうしとる？なんか、ゆいライブ専用のカバンとかあるんやんか。ないけど。今ちょっと嘘言った。ないけど、ライブの時はさ、いっぱい缶バッジとかなんかつけるやん。みんなどうするん？ふーちゃんは可愛いよ。みんなどうするんかいね。千葉歩いて、ツイッターやって。ツイッターやるとは思う気がする。でも多分 STU もさ、モバメ始まるしさ、モバメの次さ、多分ツイッターとかも STU も絶対いずれかはすると思う。高校で部活する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 よ。部活かマネージャーか。部活入りたいな。部活ね。書道部とかあるんよ。書道部、空手部、バドミント部とか、演劇部めっちゃあって、ゆいが行きたいとこ。ゆい永遠と変顔してない。ゆいもともとこんな顔やけ。別に可愛くもない顔してるけど。国体は誰でも来れるよ。誰でも来れるよ、国体は。やばい、コメントが全然追いついてないわ、ゆい。虫になりたいって。パチン。ヤフオクに出すん？ そうなん？それって聞いていい情報なんかな？それって聞いていい情報なんかな？ なんか推しのタオルとかさ、いっぱい集めてさ、缶バッジとかどうするんって質問したらさ、ヤフオク行きって言われた、今。ヤフオク行きって言われてしまった。テケ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 。こんばんは、初見です。ありがとう。ヤフオクで儲けたらしい。こら、こら、こらこら。どういうこと？ヤフオクで言うて自分で買う。誰得それ。 嵐ちゃうで、普通に。みんな、よう見る名前やで。
自撮り自撮り、でもさ普通にさメルカリとかさヤフオクとかなんか楽天とかさ名前調べるとめっちゃ出てくるよね。自分の名前とか調べると普通に出てくるよね。でね、あれね、デトルンはまあいいとして、ソールドになっとるの見るとね、売られとっても嬉しいよねあ、買ってくれてる人がいる、やったーって、やったーって、ゆいは普通に嬉しいよ。なんか処分されるよりそうやってね、いらんのやったらそうやってね、欲しい人がね、もらってくれたらいいじゃん、嬉しいぜ。でもそうじゃない、嬉しくない、普通に。嬉しいもん。喜んだあかんの、今発音変やったけど。国体ダークミキャンと、なんね、ダークミキャンとツーショット撮ってないよね。くまちゃんありがとう。ゆい気づいとるよ。高く売りすぎ。もうさ、でもさ思うけどさ、なんかね、推しの人がさ、自分の推しの人のさ写真とかがさ安いとさあーとはなるけどさ、安いのはありがたい気がするありがたい気もする。あ、安く買えた、やったーって。高いと手伸びん時もあるやん、欲しいのに買えない。ね、ラッキーってなるよね、夜景も。そうそうだよ。なんかね、ゆいのね出てる写真ママも全部買ってるんよ。ママも全部なんか普通に地引きとかしてるけ、おーって。なんでやめるの、なんでやめると思う、逆に聞くわゆいなんでやめると思うゆいも俺、ゆいも俺婚約しまった、ほんまに、あめ、ママーもさ、ママーもユイモのファンなの。俺と結婚するからユイは辞めるのへぇへぇ、勉強ができなさすぎて、そんなわけなかろがで、勉強勉強勉勉強、みんななんだこりゃ、気分やながらとか思っていたよりファンがおじさんで、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ、受けたい高校が遠いから、受けたい高校が遠いからやめますって、そんなことあるわけなかろうがそんなんやったらもうやばいね。かぼちゃの季節の前にお芋の季節だぜ。入りたい高校がアイドル禁止やったら、ゆうそんな高校入らんけん帽子なくなってない、帽子ある、帽子あるよ。メンバーに恋してしまいそう。でももうゆいメンバーに恋してるから、ゆいメンバーに恋してるよ。さっきとかにも恋してるよ、ゆいさっき大好きやから。さっきは大好きだよ。
お芋の研究に集中します。何時今？8時20分。目がパチパチする。めっちゃ目がパチパチする。目がパチパチする。留学しますとかやったらかっこいいね。留学か。留学すごいね。留学すごいね。留学か。よし、話を変えよう。話を変えよう。コメントが読まれんが。想像にお任せします。皆さんの想像にお任せします。まあいずれかはわかるでしょう。レンデカレンガンナンナンナン。船ができないから、船ができないのはあれはしょうがない。次の話題は何？次の話題は、ちち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 ち。次の話題は、ああそうだ、企画だ。企画のね話をしよう。企画の話をしよう。なんか企画をしようと思ったけど、なんか推薦コメントをね全部読んどったんやけど、なんかまとめると、とりあえずいっぱい配信をしてくださいってみんなから言われた。うん。多かったのがサッキーとコラボ配信、サッキーとなんかカラオケとか、なんか要はコラボ配信と配信を要求してくださいと、なんかゆいのなんか お料理とか歌が聞きたい。コツコツ全部やっていこうかなと思って。よしよし。推薦コメント読んでるよ。だけ通知来るって言ったやんか。推薦コメントは、推薦コメントが届きましたって来るんよ必ず。チンコーンって推薦コメントが届きました。推薦コメントが届きました。一瞬でポチってすれて見るから。だけみんな間違えて投稿してもね、絶対ゆい見るけんね。後から訂正しても絶対先にゆいにそれ読むけんね。書いてみ、うん、いつでもいいよ。うん、推薦コメントに企画書いてたから、次の推薦コメント企画、うん、うん、推薦コメントに企画書いてから次の推薦コメント1日おきでいいよ。うん、何日置いたら1日でもいいよ。ゆい全部読んでるから、必ず来たその分に読んでるから。1分前に来ましたとか、あの学校行ってる時以外は全部見てるから。ゆい、そうやけ、たまにね推薦コメントもそうやってパッて見るとね、たまになんて書いてあるかようわからん推薦コメントもちょっとあるけどね。あれ酔っ払ってんのかなーって。夜中も通知来るけんね。授業に集中してください。学校には携帯持ってっとらんよ。学校には持ってっちゃいけんけん、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 いけんけん。キンコーン。テキテキ。お風呂行ってらっしゃい。
誕生日ファイルを他のメンバーに引き継ぐ？誰に引き継ぐ？ゆいなぁ、 LINE の返信超絶早いよ、みんなに言われる。あ、忘れよった、後でみなみんに LINE せんといかん。送るん忘れとる。みなみん配信始めんかな。明日は配信ある？明日は何曜日？火曜日？うん、朝かな。ちゃう LINE、 あのね、動画を送る約束しとって、そう、その動画を撮ったんやけど、送る前にショールーム始めちゃった。ステイホテルと行く理由がなくなったの、ほんと。ステイユーナー、そういうね、最近タイムテーブル入れとらんのよ。なんでかって言うとね、最近なんかようわからんのよね、ゆい。なんかね、起きて配信しようとしてもぼーっとしようんよ。えげ、時間がいつもさ7時半にしようと思っとってもぼーって頭がしようって、頭が働かんくて気がつけば20分ぐらい経っとるけ。そしたらさ遅刻ってなるから。二度寝的な棒じゃなくてね、なんか変な棒なのね。なんかね、顔は普通なんよ、頭がなんか動いてないんよ、ぼーっとしてんの。なんかどっかに頭ぶつかったみたいな感じでジーンってぼーっとしてんの。そう、頭が一日中動いてる、ゆい。最近ずーっと寝とる時もずーっとなんか考え事しとる。寝ぼけとるんじゃないよね。お目目もパチクリしてるよね。お目目もパチクリしとるし、顔もパチクリしとるけど、頭だけがね動いとらんのよね。そう、なんか頭ぶつけたような感じで寝とるんじゃないよね。頭ガーンってした後ジーンってする感じのが約10分以上、起きてから10分以上ジーンってしようよ。あれーって思いながら、いつもこんなやったっけーって思いながらボーっとしたら10分20分過ぎていく。おーって、あ、やべえ、学校の準備してないって。シキ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 、パッパカパッカパカッパ。ご飯食べよるよ、ご飯食べよるよ。いや、体は動くよ、余裕のよっちゃんで。体育も余裕のよっちゃんよ。一限目から体育も余裕のよっちゃん。いつ辞めるの？11月の18いっぱいです。久しぶりの視聴となります、ありがとう。あ、全然心配せんでいけん、全然心配しなくて大丈夫。ゆいもが配信をする限り大丈夫。 100m 何秒、一番速いので 15.7。 100m 11 中2中3はまだ言う、 100m 走っとらん、 50m しか走っとらん。
50m は 7.8、 でも最近 8.0 になった。チクショーチクショー、走るのが遅くなった。 0.2 秒も遅くなった。 100m10 秒42はやばいよ。それやばいね。 STU やめてもショールームするとか、 STU やめても Twitter するとかね、まだ全然何にも言えない何にも言えない。うん、まだ何にも言えない。まあ、多分ね、名前調べたら出てきた時はその時よ。シャン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 。50m6秒2ってめっちゃ速いやん。めっちゃ速いやん。泣いちゃうよ。泣かなくていいよ。泣かなくていいよ。いつやめるの？11月の18。じゃあ11月19から毎日調べる。ありがとうそやな、11月19からみんな黒いお湯って調べてくれる全部のやつ。どうする、全部に名前出てきたらせやで、ゆいは STU やめても STU のファンには変わりないから。そう、ファンになるから。推しは決まってるけどSTU の推しは誰って決まってるけど、ゆい個人的に。そう、3人おるよねゆいの推しメンバー。そう、ゆいの推しメンバー3人おるんよね。うーん、 DD 黒岩ゆい、そうやけー、ライブ行くときはゆい DD 席に行くんで STU のそう、ゆい DD 席に行きます、ライブ行くときは。ゆいも3人推しがおるけん STU ゆい DD なんで、これからはツアーとかライブとかイベント行くときは個人の名前を出さず、スキーとかのうちわを持ってDD 黒岩ゆいで行きますので、これガチでちょっとガチでちょっとガチでゆい DD なんで DD 席に行きます。ライブで1回ぐらいは絶対会うような気もする。うん、どうしよう、握手会とかなんかね、行きたいな、ゆい。うーん、そう、 DD は治らんよほんまに。 USTU の推し3人おるから。ああ全然よ。感謝祭出る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 よ。ランクインの方とランク外の方でなんか出るよ。そう、三人知りたい？ゆいの推し三人知りたい？ゆいの個人的な推し3人がいるんだな。ディン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 な、こっち側に来るって思うと寂しくない。そう、ゆいも DD なんて知りたい？教えません。みんな好きやけど、その中でもなんか尊敬するなっていう好き、尊敬するなっていう好き。そう、トゥク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 、ゆいの中ではかのんちゃんとみちゅがすっごいトップにおる。ゆいの中ではかのんちゃんとみちゅ、かわいくない？かのんちゃんとみちゅやばくない？
気づいたら一緒に並んでたりしてグッズ買っとるかもしれん。道とかなんちゃうやばい。ゆいねー、みちゅのねここが好き。みちゅのここ、みちゅのここがめっちゃ好き。顔、顔のここ、みちゅの顔のここが好き。めっちゃ好き。ゆいメンバー一人一人好きなとこ全部言えるよ。そう、ここが好き。かのんちゃんは喋り方からして全部好き。お腹から出てきた。やばいよね、未知のここがやばいよね。もうね、カホタルの顔になりたい、ゆい。ゆいね、カホタルの顔になりたい。カホちゃんの顔になりたい。めっちゃなりたい。ディディディ。あれ、ちょっと待って。え、ゆい言っとるで、かほちゃんにはヌがアイドル。スタイル良すぎ、もう身長高い。ねね、でもゆいの中でね、アイドルっていうメンバーはね、あかりんなんよね。あかりんやばくない？もうさ、あかりんとかもアイドルやんか、ほんまに。あかりんはほんまにやっぱり、もうあかりんの笑顔にやられる、ほんとに。ね、もうね、やばいもん。あかりんはやばいもん。あかりんはやばい、ほんとに。あかりんの笑顔やばくない？あかりんの笑顔やばくない？あかりんすごいよね。やばいよね。やばいよね。やばい。順番に言ってこがよい。メンバーのいいとこで言う、一人一人全員やるよ。あ、おちょ、もうおちょはね、スタイルえぐいよね。色白いし、おちょすごいメイク、めっちゃメイクにね、おちょは気をつけてるよ。気をつけてるっていうか、おちょはなんかいつ出歩く時でもメイクバッチリして、なんでいつもメイクさんにバッチリなのみたいな感じでみんなとか言うと、いつどこで見られてるかわからないでしょって、だから私は毎回毎日バッチリメイクなの、すごいなって思う。ねえ、おちょ白いよ。パルト？パルトは、パルトね、なんか、パルトは、これね、絶対みんなにこれを言おう。パルトはね、レッスン、毎回めっちゃ本気。でもそれは、当たり前っちゃ当たり前のことなんやけど、いくらしんどくてもなんかパルトね、無理してでもめっちゃ本気なんよ。もうやめなって、なんか体調崩した日とかも本当にめっちゃ頑張り屋さんすぎて、そうね、パルトもすごいよ本当に。ダンス一個一個の振りにすごい力が入ってて、いい。面白い、パルト面白い。面白い。ユイモのいいところ？ユイモのいいところは自分で言うけどそんなにないと思う。ユイのいいところって。だってゆいさ、
自分の思っとること素直に言える人じゃないしさ、別に顔も可愛くないしスタイルも良くないし身長も微妙な身長やし、歌も上手くないしダンスも下手くせやし、いいとこ言いないで。うーん、9時までやるよ。ゆいもはいいとこありません。あわわわタワーブサ、いや鼻が嫌なんよね本当に。なんかさ、こいつの鼻ブッスーとかめっちゃ言われとるけどさ、自分で思っとるけん分かっとるけん言われんでもなんかなんとか鼻とかめっちゃ言われるけどさ、分かっとるけん別に鼻がブサイクってことは分かってる。調べたらブスだったからいいとかも書いてあったけど、自分で分かっとるけん、そんな自分で分かっとるけん。こんばんは。ポニーテールしたいな。ポニーテール。うまぜラブリと君の彼方へラブリ。実際会ってめっちゃ可愛かったよ。それは嬉しいな、それは嬉しいな、それは嬉しいな。あんなんなんゆいも意外に大人っぽい、意外に大人っぽい。ゆいね、鼻は別に低くないんよ。正面のゆい鼻がでっ嫌いなよね。鼻いらんのよね。あと目が若干離れとんのも嫌なんよね。ゆい鼻と目が好きじゃない。顔もめっちゃでかいし、顔でかいと帽子もダサいしね。クリリン、クリリン、クリリンめっちゃ好き。ゆい完璧な顔になりたいな。お母さん悲しむで。そう？マミーマミ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 。最近思い出した。実際に見たら可愛くてびっくりした。工事しません。工事しません。それのがママが悲しむわ。工事のが悲しむわ。ゆいはこれからだんだん変身する、大人になる。ゆいも大人になる。まずメイクの勉強をする。まあとりあえず志望校に必ず受かり、メイクの勉強も高校行きつつして、メイクも上手になって、そうね、肌もね日焼けせんように、これ以上日焼けせんように、夏は頑張って、ダイエットも頑張ってそう、あ、ほんまに痩せんとやばい、顔がでかい。高校生になったらさ、やっぱりさね、制服も中学生とは全然違うからね。やること多い、せやで。高校でモテそうな気がそれはないな、ゆいモテんからうん健康が一番。
大人になると体型変わるで。ママに似たらいいんやけどな、体型が。ママに似たらいいんやけどな。体型がママに似たらいいんやけどな。ね。お肌のケアしっかりしてね。肌はね、肌はね、意外といい。ゆいさ、メイクを普段ファンデとか一切塗らんのやんか。まあ、肌が弱いから塗らんだけなんやけど、なんかイベントとかある日以外は絶対塗らんのやんか。やけんね、まだ肌は全然マシな方と思う。ゆいママの顔そっくり。ママの顔そっくり。兄ちゃんともそっくり。ゆい顔めっちゃ似てる。超絶似てる。てて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 てチャン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 ビーバー。そう、ママに似てるんよね。そう、47の素敵な街。そういう夢へのルート好きなんやね。踊りかわいい。じゃん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 。スタートの時点。ゆいも腹出しコーデができるといいね。あ、ゆいね、そう、お腹だけは出てないよね。お腹だけは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 ね。ゆいさ、腕めっちゃ太いよね。足もめっちゃ太いよね。顔もめっちゃデブいよね。やばいんだよ。ママちゃんはまだ30代です。朝の空を見上げて。50分、順位を読みましょう。13位、宮城のタカさん。12位、奈良市さん。11位、おてむちゃん。10位、おともさん。9位、ゆいものまーくん。8位、しんぼりワンダーさん。7位、タッツさん。6位、ゆめじまさん。5位、とわさん。4位、太郎ちゃん。3位、ターボ。2位、ひょうぴょうさん。1位、いっくん。ありがとう。さつまいもアバターが固まってる。かわいい、かわいい。さつまいもアバター固まってる。かわいい。変わったん、変わったん。呼んでー、チェキさん、カミさん、マッコンさん、キャマン、ヤスさん、サヌヌさん、ザキヤマさん、ギゴロさん、ひょうぴょうさん、なーさん、タッツさん、スマイル弟さん、まっちゃん、まるちゃん、ロニーマさん、ほげーほげほげほげー。せやな、じゃあ一個お願いしとこかな。一個お願いしとこかな。ゆい、11月の18、最後の最後の最後の最後、本当の最後の配信、全部さつまいものアバターで埋めたい。
最後のお願いしとこ。最後のお願い、埋めたい。さつまいもアバターで埋めたい。ショールームのアバターを全部さつまいもアバターにしたい。テキ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 ン。ダラ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 。坂田梨沙さんのショールームで星を投げたらもらえます。坂田梨沙さん、この間ゆいのショールームにも来てくれた。めっちゃ嬉しかった。入手方法は普通に星を1個でも投げたらゲットできます。え、文字入らんの？あ、やばいな。毎日30分しか配信してません。変なお願いしたな、ゆい。お願い事変えようかな。変なお願いした気がするわ。はいや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 いあっと何々んとこにその日だけで意見限定でユイモかなんか。その時間だけで意見。11月18できるかいね。11月の18配信できるかね。今のでもいいよ、今のでもいいよ。トワさんの今のでもいいよ。あ、嫌な人は帰んでいいけん。そう、言っただけ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 。みかん箱でもいいよ、みかん箱でもいいよ。愛媛県のみかん箱でもいいよ。ねねねねねね。よよろろ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 ろ。帰るよって、ありがとう。今からじゃダメ、全然いいよ。ゆいも様の命令ではありません。みかん箱ってさ、今でもずっともらえるよね。ゆいも持ってるよ、みかん箱。愛媛メンバーのとこ行って星投げたらもらえた。ゆい全県の持ってる。あれって期間限定なんかね。あ、やっぱもうもらえんのか。オーディションの時だけか。なるへそ、なるへそね、なるへそね、なるへそね、なるへそ。レアじゃ、レア、レアだ、レア、レアだ。あー、レアだ。あ、みのりん、あっとゆいもになった。やった、ありがとう、ありがとう。あ、ゆいの名前もよし、最終は変えよう、なんか考えとこ。あー、炎上、あっとゆいも、ありがとう、ありがとう。帰ってきたで、ありがとう。ディゲリン。なあ、あっという間。あ、嬉しいな。嬉しいな。
全然嫌な人は帰んでいいけん、推しメンバーの名前でいいけん、けん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 、変えたぞ。一生ゆいも楽しい、ロニーもあとゆいも、おいっくんあとゆいも、ゆいものキムタツだって、ティティティン、パンダホイホイあとゆいも、派手なゆいも、おお、嬉しい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 、まっちゃん、みのりんさん、いやーめっちゃ嬉しいな、チャッキーさん、キャマン、名前変えたよ、名前変えたよ、ゆうくんアットエイトヒカルン、超絶神推しでも STU ではみゆ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 ゆい神推しのほほほほ、11月18日だけで、うん、いい、いいよ、ゆいもありがとう、なんなんゆいもちょっと説教って、なんなん、推薦ごめんで呼んだからな、ゆい直す前のひひひひ、57分、やばいが58分だ、もう帰ったで、嬉しいな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 、ふわ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 、知っとる、バカ殿やで、いいでや、みかん箱、あ、ほんまじゃ、みかん箱、嬉しいな、ふわふわふわ、な、どんな歌やったっけ、めっちゃ今飛んだ、歌が忘れてしまった、嬉しいな、バカだ、8時だよ、全員集合、あっとつけてきた、ありがとう、てってれーん、マー君はそのままで、はい、あっと1分、そろそろ終わりですね、では皆さん今日もありがとうございました、明日もお仕事頑張ってね、学校も明日配信できたらするね、おやすみー、みんなありがとう、ありがとう、いっくんもありがとう、まだねー、ちゃんと風呂入るんだよ、歯磨くんだよ、ご飯食べるんだよ、バイバイキン、おやすみー、あと何秒かなー